臨海工業地帯堺仙北臨海工業地帯は、大阪湾に注ぐ山和川大津川間の沿岸部を埋め立てて造成された工業地域。堺仙北臨海工業地域とも、大阪府堺市堺区、西区、高石市、泉大津市にまたがり、堺仙北港の港湾機能を持つ。石油、化学、鉄鋼、金属などの工場、発電所、 ガス製造所などが立地し、大阪府の製造品出荷額のおよそ14%を占める。工業統計調査結果表を1957年から1966年に、堺市の沿岸部が、1961年から1972年に、仙北郡高井市町及び、泉大津市の沿岸部が整備され、計1711.4ヘクタールが造成された。同時進行で、 堺港と大津港の港湾機能も増強され、1969年に両港を統合して、堺占北港となった。堺占北港は、企業専用不当が約8割を占め、鉄鉱石など船舶により、海外から輸入された原材料を加工して輸出する石油コンビナートとして機能。航路を持つ新日本製鉄堺製鉄所や、日立造船、 三井東厚化学、丸禅石油などの工場に、関西電力、大阪ガスの発電所、ガス製造所がエネルギーを、大阪府が工業用水を供給。中小企業による繊維や金属、機械工業が中心であった阪神工業地帯の産業高度化に寄与し、高度経済成長期の大阪、関西経済を牽引した。一方、この工業地帯の造成によって、 仙北地域の漁業はおおむね衰退。大浜、浜寺、高志浜、スケマツなどの海水浴場をはじめ、白車清少で知られた自然海浜が失われたことに対する批判も少なくなかった。なお、石津川大地川間の沿岸部は浜寺水路によって仙北一区と切り離されているが、これは石油分野の立地が仙北一区に集中することへの安全対策のほかに、 浜寺公園の保存も大きく関与している。また、昭和40年代後半から大阪府南部で頻発した高価学スモックとの関連を指摘する声もあるが、臨海工業地帯との因果関係は必ずしも明確ではない。高度経済成長が終焉し、重化学工業は徐々に衰退。製造品出荷額は1990年の約2兆円をピークに低下した。 新日本製鉄が航路を廃止、日立造船が造船部門を移転、地域内に有給地が目立つようになった。1992年12月の大阪湾臨海地域開発整備法の成立を受けて、大阪府は次の内容を盛り込んだ大阪湾臨海地域整備計画を策定した。1994年の関西国際空港開港に合わせて、 堺戦北有料道路や阪神高速4号湾岸線が全線開通したことによって近畿の主要都市や関西空港へのアクセスが向上し運輸会社や流通系企業などの物流センターも立地している。2004年に三井科学や関西電力、宇部高産などの民間企業9社と大阪府、堺市、高石市が任意団体、堺、 千北臨海企業連絡会を結成した。技術、環境などの分野で協力できる事業を模索し、官民一体となって、地域振興策を協議することを目的としている。2006年11月の総会では、活性化計画として、年度内に、堺、千国米エリア新産業創生プログラムを作り、事業などの方向性を示すことが決定され、名称も、堺、 戦国ベーリア新産業創生協議会となった。2009年4月、関西電力は、堺港発電所の設備を、高効率コンバインドサイクル発電に更新し、大阪ガスは LNG を利用した、戦国天然ガス発電所を新たに設け、運転を開始した。2009年10月、第10世代のガラス基板を使った液晶パネルを生産するシャープ。 堺工場が稼働を開始した。大日本印刷、コーニングなど液晶関連部品企業も立地。2010年3月には、シャープの太陽電池工場も稼働し、世界全体の太陽電池生産量の半分に相当する1000メガワットの生産能力となる予定。これらの相当主額は1兆円程度と報じられた。堺一の7区、千木1の六区に区分されている。 企業名簿の院は、堺・仙北米エリア新産業創生協議会に参加している企業。注釈出展。ありがとうございます。